はい、どうも、ダイソーです。はい、今回はね、ビデオ撮影用のアクセサリーの方を紹介したいと思います。今回購入したのが、こちらです。はい、ウランジさんの、W49LED ビデオライトというものですね。はい、こちらの方を購入してみました。では、早速、上げていきます。本体ですね。軽いです。で、それと、説明書です。説明書。日本語表記はないですね。はい。こちらの商品は単三電池を2本使うということなので、はい、早速電池入れていきます。後ろのカバー、外します。今回埋めるって入れてみます。これで終わりですね。はい。つけてみます。こんな感じですね。結構明るいですね。この後ろのこの、回転付けしますかね。はい。このつまみ、ここですね。はい。これを回すと電源がオンになって、回すに従って明るさが明るくなる。暗くするっていうような調整ができるようになってます。こんな感じですね。はい。あとは、見えますかね、これ。見えにくいかな、こちら。この角度じゃないかな。こういうのね。上下左右に、あ、下はないな。上と左右にコイルシューマウントがついてます。ですので、これね、同じものを複数つなげて、光量を大きくするってことも可能です。でまたね、外付けのマイクなんかつけることもできる状態ですかね。そんな感じになってます。はい、では早速。カメラに取り付けてみたいと思います。まずはこちら、一眼レフのカメラですね。こちらに取り付けて。で、ライトをつけて撮影するということが可能です。はい、それと。外付けのマイクですね。外付けのマイクを、ちょっと上だとケーブルが届かないので、横にしよっか。こういう形でね、ライトとマイクつけて撮影することができます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ続いては、GoPro ですね。GoPro の方でちょっと使ってみたいと思います。
はい、GoPro あらかじめ取り付けてあります。こんな感じですね。はい、じゃあちょっとね、マイクの方はちょっと GoPro の方のマイクアダプター持ってないもんなんで、マイクの方はちょっとつけないで、これちょっとどのぐらいの明るさがあるか撮影してみたいと思います。これを撮影してみます。ちょっとモニター電源を落としますね、明るいので。よいしょ。で、部屋の電気もちょっと暗くしてみましょう。はい、では撮影していきます。どうですか？綺麗に映ってるんじゃないですかね。じゃあライトを消した状態にしてみます。もう消すとこんな感じ。全く映ってないような感じですかね。つけます。で、この量をね、徐々に落としてみましょう。で、こんな感じになりました。いかがだったでしょうか。よいしょ。で、まあ、部屋の電気つけます。はい。なかなかね、明るくていいんじゃないかなと思います。で、まあ、49ということで、これ、LED がね、49個、中に埋め込まれてるって感じですね。はい、非常にね、これ、明るくていいんじゃないかな、いい買い物をしたかなと思います。よいしょ、これが、いくらで購入したんだっけな。ちょっと待ってくださいね。モニターがついたら見えます。1580円ですね。アマゾンで1580円で購入しました。概要欄の方に、リンクの方を貼っておきますので、興味がある方は見ていただければと思います。これをね、購入した後で、ちょっとね、アマゾンの方見てて気がついたんですが、ウランジさんの方で、同じくね、LED ビデオライト、多分大きさ的には同じようなもんじゃないかと思うんですが、充電式の分がね、出てましたね。そちらの方もちょっと興味があるんで、また今度、購入して、レビューできたらなと思ってますが、まあ、とりあえず1個あるので、すぐすぐに買うことはないかと思いますけども、またご紹介できればと思います。よろしければ、チャンネル登録と、高評価のをお願いいたします。それではまた次回。